皆さんこんにちは、あきずキッチンへようこそ。今回は生姜焼きを作ります。生姜焼きを作るときに重要なポイントは3つあります。1つ目は肉を約10分間漬け込むこと、2つ目は焼く直前にお肉に薄く粉を打つこと、3つ目は強火で一気に仕上げる。お肉に下味をつけるときに隠し味として使われているものがございますので、それらに注目しながら最後まで見てください。ここでポイント1つ目です。肉を10分ほど漬け込んでおきます。隠し味程度として蜂蜜を使います。ここでポイント2つ目です。お肉に薄く粉をまぶしていきたいと思います。ちなみにこのつけたタレは焼いている最中でも使うので取っておいておきます。ここでポイント3つ目です。強火で一気にお肉を焼いていきます。完成しました。それではいただきます。生姜の香りがすごいして美味しいです。薄く粉を打ったおかげで食感がついてさらに美味しく感じますね。ここで今回の生姜焼きのポイントをもう一度おさらいしましょう。一つ目がお肉を10分間漬け込むこと、二つ目は焼く直前にお肉に薄く粉を打つこと、三つ目は強火で一気に仕上げること。この三つの要点を踏まえた上で生姜焼きを作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。生姜焼きが上手にできたよって人はコメント欄で僕に教えてください。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。